明日12月26日今年の競馬を締めくくる有馬記念が行われます。寒波の影響で極寒のグランプリとなりそうです。千葉県にある中山競馬場で行われ、コースは芝 2500m、 発走時刻は15時25分です。ではまずは天気を見ていきましょう。朝は雲が多めですが、だんだんと日差し優勢になります。昼過ぎ頃からまた雲が増えてくるものの、馬場状況に影響を与えるような大きな天気の崩れはない見込みです。では続いて気温予想です。日本列島上空、非常に強い寒気が流れ込み、厳しい寒さとなります。朝の気温は1度予想。中山競馬場付近、最高気温は5度予想。発走時刻の15時過ぎにはさらに低くなると見られます。中山競馬場に近い船橋の平年の気温は15時で 9.8 度ですので、平年と比べてもかなりの低さです。グレード制が導入された1984年以降、レース時間に近い15時の気温が最も低かったのは、シンボリルドルフが連覇を果たした1985年の 2.7 度、次いで稲荷湾がオグリキャップを下した1989年の 5.1 度となっています。5度未満となれば36年ぶりの寒さの中でのレースとなります。今年は入場者が制限され指定席のみとなっていますが、もしお出かけになる場合は最大限の防寒が必要です。競馬場の最新の天気はウェザーニュースアプリからご確認ください。